アンソニー・サレルのはアメリカ合衆国のマフィア。1970年代から1986年に裁判で有罪判決が下されるまでジェノベ・ゼファミリーのフロントボスだった人物である。生前はハマキとソフトボーを好んで使用していた。彼のニックネームであるファットトニーとは彼が非満体だったことから来ている。アンソニー・サレルのニューヨークのイースト・ハーレムで生まれ育つ。 成人して間もなくジェノベゼファミリーの一員となり、ナンバーズ土爆、氷菓子、シ諸話台の取り立て等、様々な犯罪家業に手を染めていった。組織内でのランクが上がっていくと、ハーレムでのナンバーズ土爆及び氷菓子により、年間5000万ドルの収益を稼いでいた。この時期、ハーレムでは、ラテン系やアフリカ系ギャングの勢力が台頭し、古くからのイタリア系ギャングらはこの地域から、 退去していったが、されるのは、イーストハーレムにある彼の根じである、パルマボーイズソシアルクラブから本部をよそへ移そうとは、しなかった。1970年代から80年代にかけて、されるのはいくつかの拠点を持つようになった。フロリダ州マイアミビーチの邸宅、ニューヨーク州ラインベックに100エーカーの土地と馬の、飼育場、マンハッタンク・グラマシーパークのアパートなど、そしてその間に、 ファミリーの相談役、副ボス、そしてボスの代理及び表向きの公式なボスを務めるようになっていた。1978年、されるのは違法突破及び脱税の罪により、懲役6ヶ月の判決を受けた。その後、1981年の初め頃、一時的な発作を起こし、体調回復のため、ラインベックの邸宅で療養生活を送った。発作を起こした時、 彼は、ファミリーの副ボスの地位にいた。その後、体調が回復し、ボスだったフランク・テイリが1981年3月31日に死亡すると、彼は、ファミリーのボスの座に就いた。ジェノベーゼのボスとなった、されるのだったが、彼の右腕であり後に、当局への情報提供者となったヴィンセント・カファーロによれば、公式のボスの座に就いたされるのには、ボスとしての権限はなく、 彼は、ファミリーの、単なる、評判版だったに過ぎないと語っている。また、ファミリーの事実上の支配権は1969年に、ビトジェノベーゼが死亡後、フィリップ・ロンバルドが握っており、数年にわたりロンバルドは、司法当局及び他のファミリーからの監視の目を欺く、ため、代理ボスや、フロントボスを立てて、ファミリー内部での自分の地位を悟られないようにしていた。そして、 その間に自分の後継者にビンセントジガンテを指名し、ジガンテにファミリーのリーダーとしての教育を施していた。カファーロによれば、されるのがファミリーのフロントボスになったのはジガンテを監視の目から守るためだった。1985年、されるのに最終的な法の手が伸びてきた。1985年2月25日、されるの及び8人のニューヨークマフィアのボスたちは、 起訴された。いわゆるコミッション裁判である。1986年9月、裁判は始まり、3ヶ月続いた裁判は11月19日に決審した。裁判の結果、されるのらは利己法の適用により、有罪とされ、他の6人の被告らとともに、懲役100年の刑を下された。1986年10月、フォーチュン氏は75歳になったされるのを、 アメリカで最も有力で裕福なギャングに指名した。この評価に意義を唱える人々は多いが、アメリカで最も裕福なギャングの一人であったことは、間違いないとされている。刑務所内でのされるのは、糖尿病が悪化し、さらに前立腺がんの疑いも持たれるようになった。1992年7月、ミズーリ州スプリングフィールドにある、連邦刑務所内の医療センターにて81歳で、 死去。死因は卒中であり、死去の際、彼の側には家族もおらず孤独なしだったという。その後、遺体はニューヨーク州ブロンクス区スロックスネックにあるセントレーモンド墓地に埋葬された。ありがとうございます。